体道とは、日本の武道。一般社団法人、大和尊の芸体道本院が統括するが、日本国内においては、NPO 法人日本体道協会が、普及事業、指導などを行う。2012年の大和尊の芸体道本院の一般社団法人化に伴い、正式名称は、大和尊の芸体道となった。祝、峰政賢が、1953年に自ら創始した、原生流空手道をもとに体系化し、1965年に発表した武道である。上段、中段、下段の3種類の構え、運足と呼ばれる、独自のフットワーク、総体と総称される、基本動作から成り立っており、体軸の変化によって攻防を展開する武道と定義される。防御においては、相手の攻撃を受け止めるよりも、体を動かしてかわすことが、重要視されている。修行者、競技選手に対しては段級異性が採用されている。大和尊の芸体道本院を頂点として世界的に普及しており、日本においては日本体道協会によって統括されている。総体は、旋体、運体、変体、捻体、転体の5つの動作から構成される。各々の総体ごとに基本となる攻撃、防御技は異なり、またそれぞれに動作にあたっての教訓を示した誤解が存在する。法型とは、規定の形を演じる競技である。演目は以下。競技の際には審判は、主審が一人と副審が二人配置され、個人戦の場合は、旗判定で、団体の場合は、各審判10点0点満点の採点で勝敗を決める。実戦は、1対1の組手形式で対戦する競技で、以下のルールが規定されている。このほか、限り角ルール、運足20秒ルールなどが存在する。5人1チームで行われる団体実践においては、これら基本規定に加えて、特別ルールも盛り込まれている。チームを構成するメンバーが、それぞれ、旋運、運変、変捻、捻転、転旋の技から1つを選択し、選択した技でポイントを取ると、本来よりも高いポイントが与えられる。転回とは、一人の主役と5人の脇役を設定して、行う約束組手形式の競技で、以下のルールが定められている。各県地区体道協会主催の地区大会、地方大会も多いが、全国規模以上の主な大会として、以下のようなものがある。体道概論現代書林、1988年。初版第1冊、6ページ、著者武道略歴。ありがとうございます。